お疲れ様です。井上です。編集者としてもうちょっと成長してみよう、企画の46日目です。今日は今ご覧いただいている動画を処理チャンネルさん風に加工してみたいと思います。処理チャンネルさんの編集のポイントは3つ。1つは動画の素材自体をあまり触らないこと。1つはチョリさん本人風のつぶやき風の字幕。最後に音楽です。この3つを意識して編集してみます。再生してみましょう。